め、行くぞ。素早い死闘の攻撃を避けられず、ヒソク選手先制ポイントを奪われました。次は容赦しない。本気を出すかどうかは僕が決める。やれるか。それもよかろう。その程度の使い手だったと思うまでだ。あげるよ、こっちのな。全てが自分の思い通りになると思うなよ。これも計算のうちさ。なるほど、君の能力の正体はダブルだろう。その通りだ。つまりお前は二人の私を相手にしなければならない。これが念によって完成した真の孤高剣、名付けて孤高神剣。僕の予知能力をお見せしようか。なぜこっちを。無理無理、完璧に下顎にヒットさせたから。だから次の攻撃を避けることも無理。何？一体どうやって攻撃を。ダブルは出せないよ。君がいくら自由に出したり消したりができると言っても、それは正常な状態だからこそ。人間のような複雑なものを念で再現し、しかも自由に動かしたりするのはすごく大変だ。君の範囲はメモリの無駄遣い。